滝のように道路を流れる雨水。流れが激しく、通行中のタクシーが立ち往生しているように見えます。小樽市では今朝から激しい雨が降り、市内の道路が冠水するなど、市民らが排水作業に追われました。大体これくらいですよね。ああ、本当あっという間に、なんか増えてきたなと思ったら、水が本当浸水してくるっていうような感じで、本当何分もないかったようなスピードだったんですかね。マンホールから噴き出す水。今日の道内は大気の状態が不安定となり、局地的に非常に激しい雨が降りました。小樽市では1時間に 37.5 ミリの雨を観測しています。現在札幌中心部10時半を過ぎたところなんですが、とても夜みたいに暗いです。強い雨が打ちつけていて、道路はもう水が溜まっています。札幌も午前10時半ごろから激しい雨となりました。大通公園のオータムフェスト会場も急な雨に見舞われ、訪れた観光客は屋根がある場所に移動して雨宿りしていました。すごいびっくりしました。天気予報で雨って言ってたんですけど、想像以上だったんです。お客さんも来ないので、多分今日はもうどうしようもないですね。本来は全開にしてるんですけど、もう中まで今水入ってきちゃったんで、一回ちょっと今閉めさせてもらったから。また落雷が原因とみられる火災も。午前11時ごろ、南区川添13条2丁目の2階建ての住宅で火事がありました。怪我人はいません。警察は住人が出火当時、周辺で雷の音が複数回聞こえていたと話していることから、落雷との関連を調べています。停電してるんだけど、信号ついてないわ。江別市内の交差点です。落雷の影響でしょうか、電線が切れて地面に落ちてしまっています。この雨や落雷により、札幌市や小樽市、江別市などで一時最大およそ1万4300戸で停電が発生しました。現在も一部で停電中で、北電が復旧に向けた工事を行っています。扇風機回ってないですよね、暑いんで、はい、車で、はい、雨の中心はこの後道東へ移る見込みで、雨が弱まってからも今夜までは低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。